こんにちは、佐藤くんこと佐藤圭一です。私は今千代田区の丸の内ビルディングに来ています。今回ご紹介するのはある都市にスポットを当てたイベントなんですが、ヒントはちゃん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 、そうです、舞妓さんです。つまりある都市というのは京都です。今回のタバサト号では都内各所で多彩な京都の魅力を発信している京歩き東京2014をご紹介します。今回は京都だけに、そうだ、タバサト行こう。タバサト GO! 京歩き in 東京2014は、東京にいながら多彩で奥深い京都の魅力を満喫してもらうことを目的に、京都市が中心となって毎年開催しているイベント。東京のさまざまな場所で京都を体感することができ、多くの京都ファンを生み出しています。それでは引き続きオープニングイベントをご覧ください。角川大作京都市長とのオープニングトークには、俳優の井浦新さん、ジャズシンガーの祇園誠さんが登場。京都から一番離れた島々に行った時に、その土地の風土に合わせて京都の祭りが形を変えてそこに残っていたりとか、そういうのを感じた時に、京都の力強さというものを感じます。さすが京都国立博物館の文化大使もされているだけあって、深いコメント。改めて主催者の方にお話を伺いました。京歩き in 東京とはどういったイベントなんでしょうか。そうですね、京都にゆかりのある企業さんとか大学さんとか、いろんな団体の方にご協力いただいて、京都の歴史、景観、文化、伝統産業、それと観光、こういった京都の奥深い魅力を発信するために、東京都内の各所で行う PR イベントになります。始まったきっかけはどういったものでしょうか。そうですね、京都は世界の宝であり、日本の財産であるっていうことを、もっと人口、人がたくさん集まっている東京の方で発信できたなという思いで発案されました。実はお話を聞いているこのカフェシークも、京歩きに協賛しているスポットの一つ。丸の内、東京、そして日本の魅力を発信する拠点をテーマに、世界中から訪れる人に向けたイベントやセミナーを開催。分かりやすく日本の文化を紹介しています。現在こちらでは、京都岩倉実相院の床緑の記念写真が撮れる大型パネルや、京都の文化を紹介する映像をプロジェクターで投影、さらに京都の印象的な風景を切り取ったポスターを展示していて、ここに来れば京都に行った気になれること間違いなし。素敵な京都のお土産がもらえるスタンプラリー付きのパンフレットをもらったら、早速京歩きに出発です。東京で自分だけの京都を見つけにレッツゴー。まずやってきたのが神保町にある京都便利堂。こちらは美術館博物館所蔵の名作名品の数々を絵はがきやさまざまなアイテムとして提案しているお店。今回は京都を愛する俳優の井浦新さんが撮影したネガをもとに、ホロタイプと呼ばれる技法で印刷した写真集を制作。井浦さん直筆のナンバリング入りです。ホロタイプってそもそも何でしょう。はい、ホロタイプは150年前の、フランスで発明された古い写真の技術なんです。ホロタイプはゼラチンを、ガラス板の上に流しまして、そのゼラチンの中に写真の感光剤を入れてるんですね。でそこに撮影をされたネガを焼き付けて、そこに顔料、絵の具の材料を入れて和紙にプリントするという特徴があります。はあ、私初めて見たんですけど、昔の写真の技術とは思えないほど繊細で細かいところまで表現できていますよね。はい、非常に繊細な趣のある写真ができるということがあります。井浦新さんと伝統的な技術を守る職人さんとのコラボレーション作品ですね。はいはい、見てください、祭りに参加する人々の息吹が伝わってくるようです。さらにこちらでは京都高山寺所有の
鳥獣人物戯画商品を特集販売。コロタイプで刷られた原寸複製は本物と見まごうほどの精巧な仕上がりです。続いては千代田区有楽町にやってきました。駅前にある有楽町マルイ、こちらにも京歩き関連のお店があるそうです。ありました、京見立て。京都の技や衣装が継承された本当の良さを持つ雑貨やお菓子のみをセレクトして扱うお店、京見立て。京都のお店、アマルンのお店で限定で扱っているお菓子をこちらに並べております。普段は京都限定のカラフルなクッキーやかりんとうなど美味しそうなお菓子が並びますが、中でもおすすめは桜の花が散りばめられたこちら桜砂糖。お菓子や紅茶に入れると桜の香りがほのかに広がり、少し早い春を感じさせてくれます。千代田区永田町の東急プラザ赤坂にやってきました。こちらも京歩き in 東京2014関連イベントを行っているお店です。行ってきます。こんにちは。こちらは本物を見極めるご主人の確かな目で信頼と実績を築いて30年余り、京焼き清水焼きの陶器を販売するお店、青果堂です。あ、鮮やかな作品が並んでいます。伝統的な技術の作品なのにすごく華やかで気分が明るくなるものが多いですね。期間中のおすすめは大正11年創業の窯元東庵の作品。その品質と創造性で他の京焼き清水焼きの窯元と一線を画すと言われ、草花をモチーフにした作品が多いのが特徴です。一品一品職人が真心を込めて絵付けしているんです。ビューティフル。最後はホテル椿山荘東京にやってきました。こちらではどんな京都を感じることができるのでしょうか。ホテル椿山荘東京では京都東山の花灯籠が再現されています。ご覧ください。趣があってとても綺麗な光景が広がっています。都心とは思えないほど感動的ですね。日本的な優雅さを感じる雰囲気ですね。歩いてみましょう。庭園内にはおよそ250基のあんどんが小道を照らしています。こちらにはおよそ100種類の椿があり、今咲いているものもありますよ。綺麗な花を咲かせています。咲く時期もバラバラなのでまだまだ楽しめそうです。他にも庭園内にはいろいろな種類の椿や淡い色の花をつけた観光梅が咲いており、眺めているだけで心が洗われるようです。大正14年、広島県の新郷州竹林寺から移築された三重の塔、実に風格があります。伊藤若冲が下絵を描いた京都赤峰寺の500羅漢、そのうちの20体がここ椿山荘にあるんです。なんとも言えない個性的な表情をしてますね。素敵な庭園を散策してお腹が減ったら、ホテルのレストランで美味しい季節の料理に舌鼓を打ってみてはいかがでしょう。今回は京歩き in 東京2014をご紹介してきました。京都の趣に浸ったり、伝統的なものに心躍ったりと盛りだくさんなイベントで、私はより京都に興味を惹かれるようになりました。テレビをご覧の方もぜひ東京で京都を楽しんでみてください。それではまた次回まで。さようなら。